それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は、有理数を常用管に埋め込んで行う計算と、それから、有理数の、小数表記からの復元ということで、その拡張欲求と互助法の応用の計算を見てまいりました。で、今回はですね、その拡張欲求と互助法を用いたアルゴリズムの中で、特にその中国常用算法の応用としまして、そのモジュラー算法というのを取り上げます。で、今日は特にその中で、行列式の方計算という、行列式ですね、行列式の方計算という計算を取り上げます。で、まず最初に、このモジュラー算法について、ちょっと簡単に触れておきたいと思います。モジュラー算法というのは、主にその多倍長数をですね、扱うアルゴリズムが対象です。で、アルゴリズムで扱う数のその絶対値の常解というのを、何らかの形でラージ M というふうに出すんですけれども、それに対して、その、ラージ M のその2倍を上回るようなその整数、スモール n というのを出します。で、それに対して、その、スモール n をですね、その n1 から nk の積で、表しますが、この n1 から nk というのは、互いに素であるような整数を取ってきます。で、こういった n1 から nk を求めましたらば、その、この目的とする計算をですね、その N1 から NK を法とするような、その常用管上でこのアルゴリズムを実行します。で、最終的に、それぞれの常用管でのそのアルゴリズムが実行されましたら、中国常用定理を用いまして、この N を法とする、常用管でのその解を復元するわけですね。で、それが結果的には、その、最初に求めようとしていた整数解になるということで、中国常用定理を用いて、だからまず最初にその問題を、異なる整数ごとの その常用管上の問題に分解して、でそれを平行で計算して、で最後に、それらの解からですね、中国常用定理でその元の整数解を復元するという流れになっております。で、そのなんでこういう、その、一見面倒な手順を取るかということなんですけれども、これは主に、その対象とする問題の計算量に依存して決めることです。で、元の、特にその、計算、自分がやりたいと思っている計算の、アルゴリズムの計算量が、その入力される、整数に対して、その、非常に、大きくなりがちだというような場合には、なるべくその入力される整数値を小さい問題にして計算したいわけです。で、そこで、元のですね、与えられた整数の大きさの範囲で計算すると、その非常に計算量が増大する問題であったとしても、その計算、もっとその係数を小さくすれば、計算量を抑えられる場合があるわけですね。で、そこで、その与えられた大きな整数で、その元の問題を解く代わりに、それを、もっと小さな常用管に埋め込んで、係数を小さくした問題をいくつか解くことによって、解いてですね。で、それを後から合成して、その元の整数解を求めるということで、その、何個かの小さな問題に分離しても、その計算量の合計が、元の整数で計算したような、そういう計算時間を上回らなければ、計算量としては、全体の計算量としては得をすることになるわけです。ですので、そういう思想でですね、その大きな問題をそのより小さな複数の問題に分解することで、計算の効率化を図るというその、手法の一つとして、このモジュラー算法というのが用いられております。で、そこで今日はそのモジュラー算法の一つとして、その行列の積の計算を取り上げますので、テキストを持っている人はセクション 4.9 ですね、64ページからをご覧ください。
で、ここではその多倍長数を成分に持つ、まあ、整数を成分に持つその行列の積の計算を考えます。で、一応このここで与えられているものは行列 A と B でありまして、でそれぞれその M 次正方行列で、まあ、成分は整数であるものとします。で、まあ、これに対してその A と B の積である、まあ、行列 C を計算しましょうということで、まあ、ここのテキストの書式に従いまして、その、まあ、行列の、まあ、IJ 成分というのをこのように、C の括弧大括弧 RT というふうに表します。で、行列の積の計算ですので、そのまあ例えば C の RT 成分であれば、この A の RS 成分と B の ST 成分の、まあ、積を S が1から4まで動かしてこう和を取るという形になるわけですね。で、まずその多倍長数がこの A 行列 A と B それぞれの成分にあったときに、このまあ行列 C をその計算するために必要な計算量を見積もることにします。で、そこで、ここではですね、まずいくつかの仮定を設けるんですけれども、まず最初の項目にありますように、その行列 A の各成分とそれから行列 B の各成分の、まあ、大きさがですね、ラージ M で抑えられているものとします。で、そして、そしてですね、そのこのラージ M をその多倍長数で表した時の、長さですね、ワード数ともいいますけれども、この長さを、まあ、ラージ L というふうに表します。そうしますと、この時ですね、その A のある成分と B のある成分の積の大きさというのは、M 絶対値ですね、絶対値は M2 乗で抑えることが、できます。で、それから、今度 C のですね、A と B の積 C のある成分っていうのは、この A と A のある成分と B のある成分の積を、まあ、M 個加えた和ですので、そうしますと、この、C の各成分の大きさというのは、ラージ M2 乗かけるスモール M とで抑えることができます。で、この上階をですね、ラージ M プライムというふうに置きます。で、それから今回は、こちらにありますように、その行列の次元スモール M よりも、その行列 AB の成分各成分の上階ラージ M の方が、まあ、これより等しいか大きいということを仮定します。で、このことから、その M スモール M ですね、この行列の次元スモール M の長さですね、もし多倍長で表した時の長さというのは、この行列の AB の成分の長さで抑えることができて、ですので、これは L で、ラージ L で抑えることができるということに注意しておきます。で、そこ、まあ、以上の過程から、その行列 C を計算するのに必要な、そのワード単位の計算量を次のように見積もることができます。まず、その行列の各 C の各成分を出すのに、長さ L のその多倍長数同士の乗算というのが M3 乗階で必要になります。これはなぜかというと、その行列 C の1個の成分を計算するのに、この ARS×BST っていうその計算かけ乗算が M 回オーダー M 回発生するわけですね。で、それが行列 C の成分分繰り返すわけですから、そうすると行列 C っていうのは M×M ですので、M2 乗階だけそのこの M 回の掛け算を繰り返すわけです。そうすると、まあ、合計でそのこの行列 A と B のですね、各成分の多倍長数同士の乗算が M3 乗階発生するということになります。で、一応ですね、ここではその多倍長数の乗算の計算量っていうのは、加算と乗算の計算量が必要になりますので、それをちょっと復習しておきますと、まず、長さ L の多倍長数同士の1回の乗算に、必要な計算量というのは、L2 乗
でした。ここにあるように。もう少し、細かく言うと、その多倍長数2個あって、その2個の多倍長数の乗算に必要な計算量っていうのは、それぞれの多倍長数の長さの積でした。ですので、今回、その A の成分は長さ L で抑えられていて、B の成分も長さ L で抑えられていますので、そうすると A の成分と B の成分の1回の積の計算量っていうのは、まあ、L2 乗で抑えられるということになります。で、それをですね、その、まあ、M3 乗回繰り返せっていうわけですから、まず、で、ここに M3 乗がかかってくるわけですね。ということで、この行列 C を求めるのに、まあ、まず長さ L の多倍長数同士の乗算の計算量が、オーダーの M3 乗 L2 乗というふうに出てきます。ここまでいいですか。で、次に、今度は長さ、M プライムの、レングス M プライムの多倍長数の加算というのが出てきます。で、これは何かというと、この部分ですね。まあ、C の RT 成分を計算するのに、まず、その多倍長数の加算が、M 回出てきまして、で、それをさらに C の M2 乗個の成分分だけ繰り返しますから、そうすると、この多倍長数の加算も M3 乗回出てくることになります。で、ここで、その、まずその長さ、M プライムの長さというのを見積もるわけですけれども、この M プライムの長さを見積もるとですね、この積がですね、どうやったかな。あ、これですね、この C の RT の長さ、大きさが、まあ、この M2 乗かける M という値でした。で、M2 乗かける M の、まあ、長さを見積もると、その、こちらにありますように、2L プラス M の長さということになるんですけれども、前のスライドの過程から、この M の長さっていうのは、まあ、L で抑えることができますので、そうすると、これ合わせて 3L で抑えることができます。で、3L ですから、まあ、定数部分を省くと、オーダーの L ということになりまして、で、この、で、1個の、1回のですね、1個の C の RT 成分のこの和を計算するのに、この分の和を計算するのに必要な計算量が、まあ、オーダーの L で見積もれますので、で、それを、こう C の全成分に関して同じ計算を繰り返すと、合計の計算量は、オーダーの M3 乗 L ということになります。で、以上がですね、その、この行列 C の計算量なんですけれども、まあ、合計の計算量は、まあ、オーダーの M3 乗 L2 乗と M3 乗 L の、まあ、和なんですが、その、まあ、各変数の指数のより大きい方を取りますと、この各成分のですね、乗算の方により計算量が多く取られますので、そうすると、この行列の積の計算量の合計というのは、オーダーの M3 乗 L2 乗で抑えられるということがわかります。まず、この計算量を覚えておいてください。この計算量を、その中国乗用定理で、まあ、どのように計算、改善できるかというのを、今日は話をしたいと思います。